エトピリカは、超高地鳥木海ズメカツノメドリ族に分類される、鳥類。アメリカ合衆国、カナダ、日本、ロシアオホーツク海、ベーリング海沿岸部、千島列島、アラスカ湾からカリフォルニア沿岸部の当初などで繁殖する。全長39センチメートル。翌朝十九から20センチメートル。体重678から913グラム。全身が黒い。 講師は赤い。夏は,は顔や額が白く、紅白色の飾り輪が新調する。エトピリカとは、アイヌ語で、くちばしが美しいという意味で、名の通り大色の大きなくちばしを持つ。くちばしは縦に平たく、縦に数本の溝がある。足は大色で、顔と、足以外の全身は、黒い羽毛に覆われる。 冬和は,は顔が灰色で飾り輪がなく、くちばしの根元も黒っぽいが、夏和では顔が白くなり、目の後ろに黄色の飾り輪が垂れ下がり、くちばしの根元が高褐色の独特の風貌となる。頭部が鮮やかに彩られる様からオイランといという別名もある。外見は角目取りにいるが、腹まで黒いことと夏和の飾り輪で区別する。一年の大半を、 陸地のない外洋で過ごし、4月から8月にかけての繁殖期のみ、天敵の寄りつかない険しい断崖で映像する。飛ぶ時は短い翼をはためかせて海面近くを直線的に飛び、捕食の際は足と翼を使って水深10メートルあたりまで巧みに潜水する。イカナゴなどの魚類、頭足類、甲殻類などを食べる。ひなに対しては、イカナゴや、 ニシンなどの小魚のほかイカを与える。海岸や離島の断崖に巣穴を掘り、繁殖する。くちばしと足で地面に巣穴を掘るが、岩の隙間を利用することもある。巣には草や羽毛を敷く。5から6月に1個の卵を産む。死雄ともに放卵し、放卵期間は42から46日間。ヒナは孵化してから44から47日で巣立つ。 ひなが孵化すると餌を運ぶ。孵化から、す立ちまでは40日から55日かかる。3年で成長となる。分布が非常に広く生息数も多いと考えられていることから、2018年の時点では、種としての絶滅の恐れは、低いと考えられている。一方で漁業による、コンタク、原油の流出、人為的に移入されたネズミ類やキツネ類による、捕食、気候変動や、 温暖化による海水温の上昇などにより生息数は減少している。1980年代にはイカ類の流し網量だけでも年あたり12万3000羽が混獲されたと推定されている。研究やレクリエーションなどによる繁殖地での人間からの拡乱による影響も懸念されている。ありがとうございます。